かわいいガールジャパン、かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。今日も 100% スマイルサーブ、テニスの王子様、出席番号8番、鈴木奈々です。よろしくお願いします。テニスです。幼稚園から習っていました。クレープ屋さんとか食べ物のお店をやって、人をいっぱい集めて儲かりたいです。シャワーです。夜入ったとしても朝は髪の毛が大爆発になってるんで朝一回入って髪の毛をまとめてます。大雑把なところです。少し間違えてもいいやみたいになっちゃう。する文字をつなげるとクイズの質問になります。質問と答えの両方を正解した方の中から抽選でプレゼントが当たります。じっくり考えてみてください。以上、鈴木ひろのでした。バイバイ。かわいいガールジャパン。